協会長の皆様方、ご参集をいただきますようお願いを申し上げます。ぜひともこの時代の前に各協会の皆様方、協会長の皆様方、ご参集をいただきますようお願いを申し上げます。また本日は会長者の方が会議により閉鎖となっております。向かって右側の第一走者の方でおトイレとお貸しをいただくことになっておりますので、おトイレの方の方はぜひとも第一走者の方をご利用いただけますようお願いを申し上げます。正面にございます今、斉藤会長からもご挨拶ございました通り、この川崎市役所でございますけれども、昭和の13年1938年に、建築をされました、戦前戦中戦後と78年間にわたりまして市民のシンボルといたしまして、また皆様方に親しまれてきた庁舎でございます。先の耐震調査でやはり改築をしなければならないということで、この秋11月から、解体をする予定でございます。解体にあたりましては10月にですね、お別れイベント等も企画してございますので、ぜひぜひ、
皆様方にご参加をいただければというふうに思っております。新しい庁舎は前の第三庁舎と同じく18階で約3万平米の建築物を予定しているところでございます。6年間かかります。2022年平成34年にはできますので、ぜひ若干時間かかりますけれどもよろしくお願いしたいと思います。本日の開催おめでとうございます。菊池副市長ありがとうございました。今日は本当に多くの国会司会そして県会皆様方議員がお集まりをいただいております。ここでご紹介をさせていただきます。まず最初に地元の田中和典衆議院議員でございます。同じく畑野君恵衆議院議員でございます。続きまして県会議員の方へ移らさせていただきます。杉山信夫県議会議員でございます。続きまして栽培区選出の県議会議員石川佳子県議会議員でございます。続きまして市会議員の方へ移らさせていただきます。飯塚正義市議会議員でございます。続きまして林なんだっけ俊夫市議会議員でございます。私は林博美でございます。片柳進市議会議員でございます。また本日栽培区から野田正幸市議会議員にもご賞いただいております。それでは議員を代表いたしまして田中和典衆議院議員よりご挨拶をいただきたいと思います。お願いいたします。皆さんおめでとうございます。林博美市会議員の司会っていうのは今日のためにあるような元気な声でございまして、この暑さを吹き飛ばす連合投票の勢いを示していると思っております。19期が集合いたしました。川崎は日本でも最高の元気な町だと言われております。どうぞ皆さん町をさらに元気にするためにお力をいただきますようにお願いを申し上げ、衆議院議員田中和典議員を代表しての激励のご挨拶といたします。頑張りましょう。本日どうしても公務ご多忙の中でございましたので、前回昨年一緒に伊佐号一丁目の神輿を担いでいただきました三原淳子参議院議員がお越しをいただけないということで、今日は秘書の宮崎さんが来ていただいておりますということをご報告を申し上げさせていただきたいというふうに思います。それでは稲城神社の大総代の皆様方をご紹介をさせていただきます。最初に酒井康江大総代でございます。中島博次大総代でございます。村田大総代でございます。森野大総代でございます。中野大総代でございます。鈴木大総代でございます。どうも皆さんご協力ありがとうございました。今この前にそれぞれ各町内会の町会長もお並びをいただいておりますが、こんな暑い中でございますのでご紹介は控えさせていただきたいというふうに思います。聞こうとずつみんな言えって言うんですけど、じゃあマイクを下に下ろします。私宮前町の町会長をやっております高橋です。よろしくお願いします。井戸町の町会長やってます堀米でございます。よろしく。本庁2丁目の深瀬でございます。よろしくお願いいたします。宮本町の坂田でございます。よろしくお願いします。本庁1丁目の箕浦でございます。よろしくお願いします。貝塚1丁目町内会野村です。よろしくお願いします。小川町町内会の鬼塚です。よろしくお願いします。
東田町内会会長佐野でございます。どうぞよろしくお願いいたします。元木一二丁目町内会の飯島です。よろしくお願いします。はい、日進町です。四方田会長が所要で来られないんで代行します。小野です。坂井町町会の大場です。どうぞよろしくお願いします。篠山並木町内の滝並です。よろしくお願いいたします。新成堀之内町の竹林です。よろしくお願いいたします。これから出発式へと参ります。これから神事が行われますので、担ぎ手の皆さん暑いとは思いますが、どうぞ神輿の周りにお集まり